皆さんこんにちは。今日はですね、長崎で有名などんどん坂に行ってみたいと思います。ちなみに私も行ったことがないのですごく楽しみです。どんどん坂の名前の由来は、雨が降ると水の流れが途中でどんどん速くなることからどんどん坂の名前がつきました。やっとどんどん坂登り終えました。見てください、この眺め。皆さんいかがでしたか？どんどん坂、皆さんも長崎に来た時は一度は登ってみてくださいね。ではまたねー。